疲れです。よちうみチャンネルです。今回は、エビ芋ですね、里芋ですね、こちらを、煮物に、煮ていきたいと思います。下処理からちょっと含ませるまでちょっとやっていきたいと思います。では早速やっていきたいと思います。よろしくです。切り方としてまずサクッといきます。半分にします。サク取ってきます。でこちらをですね、こちらですね、3等分くらいですかね、ちょっと切っていきたいと思います。大体の大きさですね、合わせて切っていきたいと思います。皮を剥いていきたいと思います。面取りをちょっとしていきたいと思います。はい、そしたらですね、切ったエビもですね、下茹でしていきます。で、もし米のとぎ汁とかあればね、とぎ汁で茹でた方がいいんですけども、今回はちょっととぎ汁ないので、水にちょっと少しだけね、一握りちょっとお米ですね、お米ちょっと一握り入れます。ちょっと入れすぎちゃうとね、今度お米の方が鍋底で当たっちゃったりするんで気をつけてください。よく大根とかもね、下茹でする時にとぎ汁とかで煮るんですけども、その野菜のアクとかがね、表に1回出て、もう1回せっかく出たアクを吸い込まないようにとぎ汁とかが吸ってくれるんですよ。なのでとぎ汁でやってます。鮮度のいいアクがね、少ないやつは全然お湯だけで大丈夫なので、これでやってきます。お米ですね、お米のとぎ汁を洗い流して、一旦水でさらします。その後にお湯で一旦ね、この米臭さをなくすように一旦茹でます。はい、そしたらですね、先ほどのエビ芋にだしを入れて、みりん入れていきます。今回は薄口醤油を使っていきます。あとお砂糖ですね、お砂糖入れていきます。個人的にちょっとですね、エビ芋の場合はちょっと個人的に甘めに炊くのが好きなので、ちょっとですね、お砂糖を気持ち多めに入れてます。あとですね、ちょっと落とし蓋代わりに追いがつをしながらリードペーパーでちょっと蓋をしていきたいと思います。はい、こんな感じにリードペーパーで鰹節をくるんでいきます。はい、こちらをですね、上にちょっと落としていきたいと思います。で、全体的に行き渡るようにちょっとペーパーで、よいしょ。こちらで、さらにちょっとかつおの風味をね、追い足しして煮含ましていきます。今回はですね、下茹での段階で結構火入れてたので、そうですね、こう味含ませる場合は沸騰させないように、周りが、煮崩れないように弱火でちょっと味を含ましていきます。はい、こちらエビ芋ですね。エビ芋を煮て、粗熱が取れて味が含まったやつですね。これちょっと今片栗粉で打ち粉してちょっと素揚げしていきたいと思います。今回ははい、油に入れていきます。よいしょ。完全に火を入れるっていうより、味も入ってるし柔らかくなってるんで、表面だけをカリッと揚げる感じで揚げていきます。はい、いい感じに表面がねカリッと揚がってるんで揚げていきたいと思います。これいい感じですね。こんな感じですね。今回はエビ芋の煮物ですね。こちらを、ちょっと唐揚げにしてみました。こちらで完成になります。では、いただきます。早速いただいてみます。よいしょ。じゃあ、いただきます。美味しそうですね。今回やっぱエビ芋だけあって中が、もう味も含ましてるんですけども、クリーミーで柔らかくて美味しいです。これに普通に天だしとか貼っても、揚げだしにしてもすごい美味しいですね。ちょっとお塩ですね。ちょっとお塩を振りかけます。塩を振りかけていただきます。いただきます。うん。柔らかくてうまいっすね。こういうのも、例えばエビ芋のね、周りが例えば煮崩れちゃったりしても、こういうふうに唐揚げしたり、あとは潰して、片栗粉つなぎにして、まんじゅうですね、丸めて、こういうふうに揚げちゃえば、エビ芋まんじゅうとかにもなるんで、まあ、煮崩れとかもね、心配になっちゃうんですけど、里芋とかって。煮崩れても、その後利用いろいろできるんで、ぜひやってみてください。美味しい酒のおつまみになります。今回の動画も良かったと思いましたら、いいねボタン、またはコメントお願いします。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。